ゆるキャン、つなげるみんなのオールインワン。にしてはいい買い物したわ。だろう。犬山さん、こんな感じかな。うん、ええで。ほい、チマリン、ココア一丁。ありがとう。なでしこは？私は焚き火を堪能してからいただきます。斉藤さん、あんま火に近づけるとマシュマロ燃えるで。え、本当？意外と難しいね、これ。遠火でじっくりとが基本だよ。でもなかなか我慢ができひんわ。だよな。はあ。Thank you.
今日は雲でよく見えないか。もう2時だ。なんだあれ。あれは確実に風邪ひくな。明日まで一泊お願いします。ではここに連絡先と名前を書いてください。チェックアウトは明日朝10時。薪は林の中のものを自由に使ってください。はい。あ？今の子、こんな時期にキャンプやるんかね。はあ、伊藤さん、この時期になるとよく来るんですよ、あの子。へえ。小さいのにたくましい子だね。
貸し切り状態。シーズンオフ最高。この辺にしよう。何作るかな。あったか。これで今日は焚き火やらなくて良さそうだ。めんどくさいし。思ったより効かん。でも焚き火はな、火起こしめんどくさいし、煙臭くなるし、火の粉飛んで服に穴開くし。やっ。まず薪を集める前に、あった松ぼっくり。こんにちは。松ぼっくりはマッチ一本で火がつく自然の優秀な着火剤。傘が開いているものは乾燥していてよく燃えます。あれだ、湿ってる。あった、こっちにも。よし。
取りすぎたけど、まあよし。次に薪、これもなるべく乾燥したものを選びましょう。あまり湿ったものは火がつかなかったり、はぜたりします。買う場合は薪屋さんのものがおすすめで、一束300円から500円。でも利用料を払えば薪はタダで使い放題という気前のいいキャンプ場もあったりします。次だけど、よし。貴様ら全員刀の錆にしてやるぜ。移動してる。まあいいや。焚き火を起こすにはまず火種に火をつけ。熱い。細い枝から乗せていきます。空気が通るように隙間を作りながら、だんだんと太い薪を並べます。空気を送るときは弱めに仰ぎましょう。たとえ顔が乾燥すると分かってても、煙臭くなると分かってても、この暖かさには勝てない。あいつ、あんなとこでよく寝られるよな。私なら寒くて死ねる。
ぱこの椅子座り心地いいな。ソロキャンもグルキャンもどっちも良さがあるような。まだセミが鳴いてる。疲れ知らずかよ。帽子かぶってる。あるある、晴れるといいね。だな。さくら、あの子どこに行ったの？いつ戻ってくる気なんだ？そろそろランタン出しとくか。スープ飲みすぎた。トイレ。いない。さすがに帰ったか。近くにいたワンコ、可愛かった。まだセミが鳴いてる。疲れ知らずかよ。Mm-hmm.
今日山梨に引っ越してきたばかりで。自転車で富士山見に来たけど、疲れて横になったら寝過ごして。気がついたら真っ暗だったと。あっちは下り坂だし、下まですぐだと思うけど。無理無理無理、超怖い。家に連絡して迎えに来てもらうのは。あ、そっか。あ、スマホスマホスマホ、最近買ったスマホ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 ス。ラーメン食べる？え、くれるの？1500円。15回払いでお願いします。嘘だよ。はあ、あっちで沸かさないの？焚き火で沸かすと鍋がすすで真っ黒になるから。へえ、そうなんだ。プロみたいだね。何のだよ。私のスマホ貸すから家の番号言って。ああ、引っ越したばっかりで分かりません。だったら自分のスマホの番号は。記憶にございません。あ、そりゃ風邪ひくよな。ソロ以外でキャンプしたことないな、私。誰かとキャンプするってこんな感じなのかな。なぜ嬉しそうなんだ。
この子一人でキャンプしてるのかな。私よりちっこいのに。年下だよな。小学生くらいなのかな。あ、すごいな、ちっこいな。お、ねえ、あなたどこから来たの。私？あ、ずっと下の方、南部町ってとこ。南部町、よくチャリでここまで来たね。もうトスコの富士山は千円札の絵にもなってるってお姉ちゃんに聞いて、長い坂登ってきたのに曇ってて全然見えないんだもん。聞いてよ奥さん。見えないってあれが。お、あれ、あれ、見えた、富士山。お姉ちゃんの電話番号知ってたよ、私。やっ、ここだよ、ここだ。ここだよ。これで OK？ ここだよ。はい、チーズ。うちのバカ妹が本当にお世話になりました。これお詫びです。あ、いや別に大したことは。あんた持ち歩かなきゃ携帯電話とは言わないのよ。ほらさっさと乗れ豚野郎。おやすみなさい。風邪ひかないでね。おやすみなさい。ラーメンがキウイに化けた。変なやつだったな。戻ってラジオでも聞こう。ちょっと待って。これ私の番号。お姉ちゃんに聞いたんだ。カレーメンありがとう。今度はちゃんとキャンプやろうね。じゃあね。やっぱ変なやつ。まあ、登録だけしといてやるか。あんた明後日から学校でしょ。ふらふらしてないで準備しなさいよね。大丈夫だよ。
ねえお姉ちゃん、キャンプ道具ってうちにあったっけ？でかいテントだったら見た気がするわね。本当？夜の富士山、また見に来たいな。さっきから気になってたけど、あんた、ん？なんか煙臭いわよ。およよ？ローテーブルにぴったりで、いいチェアだよね。なんか面白い動画あるかな。洋画。まだまだ暑いな。早く涼しくなれ。ここだよ。よしよし、仰いであげるよ。うちは持ってきたんだ。
りキャンプ楽しいね。やがて旅立ちの時、よし、出発だ。エナ、何するんだ？どうしようかな。リンちゃんは何したい？いろいろあるけど、まずはあれかな。せやな。いいんじゃない。何をしようかな。今日こそは、やるぞ。やったぜ。葵ちゃん、何しようか。ゆっくり決めよう。まずはあれかな。何がいいんだろう。迷ってまうな。ここだよ、ここだよ。おっと、寝るとこだった。
なんか面白そうなもの。今日こそは。どうしようか、リン。これ、いや、こっち先のがいいかな。いや、待てよ。よし、やるか。どうぞ、いただきます。楽しかった。また来たいな。絶対また来ような。ここだよ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 。
これどうぞ。明日はこれな。これがもらえるのか。また明日も待ってるよ。これがもらえるのか。明日も楽しみだな。ホーム画面では自分だけのキャンプサイトを作れちゃうよ。レイアウトからキャンプサイトや配置するギアを変更できるし、オプション機能から BGM も変えられる。いろいろ試してみてね。UFO って本当にいるのか。まさかな。次に何をすればいいか迷ったらゆるなびを見てみて。順番に進めていけば遊び方が分かってくるし、報酬ももらえるよ。ここだよ。信じるものは救われるだよ、リンちゃん。涼しくなるね。ここはプレゼントボックス。もらったものを受け取る場所だよ。一括で受け取ったり、種類ごとに受け取ったりもでき、期限付きのプレゼントもあるから注意してね。ここだよ。プリキョンも捨てがたい。なんならグランピングも。カレーの匂いが食欲をそそる。いつか全世界を股にかけてキャンプしてみたいものだね。準備終わりと。今日は何作るかな。ホームのキャンプサイトを好きなとこから撮影できるのが記念撮影や。みんなにポーズを撮らせたり、カメラの設定を変えてみたり、写真を共有したりもできるから、いっぱい撮影してみてな。ここだよ。温泉でさっぱりしたのに、また汗かっと。テーブルにぴったりで、またそこでリンちゃんと食べたカレー麺。あの時もこれで OK？リンちゃんと食べたカレー麺、あの時もすっごく美味しかったな。たまにはお土産でも買って帰るか。キャンプ中になんか作るもええね。ゆるコインかチケットを使うとガチャが回せるよ。コスチュームとサポートカードは別のガチャになってるの。ここでは持ってるコスチュームやサポートカードを強化したり、料理やギアを確認したりできるぞ。
ますな。こちらはショップになる。ショップではいろんなアイテムやゆるコインをご購入いただけます。限定の商品もあるのでぜひご確認ください。
設営した後に食べるカレー麺、むっさんぽ行ってくるわ。動画でも見てダラダラしますか。アニメ温泉でさっぱりしたのにまた汗かいてきちゃったよ。プッシュクラフトに挑戦してみたいんよね。面白そう。自分の手で作り出すと